ちゃん、こんにちは。はい、まあ、豊さん、はい、今年は、まあ、ちょっとね、飛ばないボールなんていうふうにも呼ばれてまして、ホームランが最初からちょっと出にくいねなんていう。いや、そうだな、はい、少ないな。そうなんです。で、現段階なんですけれども、セリーグ、これ村上選手の14本が最多で、パリーグは山川選手の12本が最多ということで、ちょっと少ないかなっていうのがやっぱり数字にも出てますよね。まあ、ここら辺は徹底マークされるからね。だから、ね、ただ全体的な本数という意味では、だから、まあ、プロ野球ニュースとか担当するとね、はい、今日のホームランっていうのがあるじゃない、はい、まあ、大体もうこの時期になってくると2桁いくんだよね。今日は11本出ました、12本出ましたとか、はい、最多なんか20何本出ましたって、すごっ、まあ、あるじゃない、はい、2桁いかないよね、今年は。でも5、6本とかもありますね。そうだな、でだから5本を境に、はあ、行ったり来たり、うん、今日は4本ですとか、今日は6本ですとか、はい、やっぱ少ないよ。そうですよね、少ない少ない。すぐに VTR からスタジオ戻ってきちゃいますよね。音楽はもう聞き取れないよ、なかなか。終わっちゃったみたいな。結構好きなのにな。いいですよね、私も好きなんですけど。あのなんかこう伴奏みたいなのがたた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 って入る、もう入らないと、そこまでいかないんだから。俺って、で、ちゃ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 って、うん、そこまでいかない、全然。そう、いや、そこまでいかないですか。そこまでいかない。それはちょっとやっぱ激変、ちょっと寂しいね。寂しいですよね、こちらとしても。やっぱ少ないなというのを肌感で感じてらっしゃるファンの方も多いと思うんですけれども、はい、結局じゃあ今年なんでこんなにホームランの数が減ってるのか。まず飛ばないボールっていうふうに言われてますけれども、それも一つまずあるってことですか。まあ、そこのシーンはね、曖昧です。気圧が変わってるんだよ。気圧、うん、気圧が低いんだよ、地上の。全体的に地球上の地球上の、まあ、そんなことない。それはないと思うんですけど。いや、でもね、気象状況っていうのは変わってるらしい、はい、やっぱ今年は。あ、そうなんだ、うん、それ、あのね、やっぱ医者が言ってた、はい、今年は季節の変わり目の時に気圧が全然違うと。だからね、重病者が多いって。あ、体調を崩してる人が多いって。それはやっぱり野球のそのボールの気圧もやっぱり飛ぶ飛ばないっていうのは。いや、これは関係してると思うけど、ね、まあそんなことはね、どうでもいいんで。いやいやいや、あ、まあ一つはまあちょっと気圧もあるのかもしれないですし、まああとはやっぱり言われてるのが、飛ぶボール、飛ばないボール、いわゆる飛ばないボールを使ってるんじゃないか。まあ、なんか結構今日ホームラン出たなっていうと、あ、ボール変えたなとかいう話は結構なんか巷ではしてるよね。ちょっとね、いや、ちょっと、まあ、今年やかに都市伝説みたいに、まあ、都市伝説も言ってるけど、まあ、飛ばないボールではあるだろうな、なんかそんな感じがするよ、うんうん、で我々もな、もう相当な試合を見てきて、はい、ホームランも見てきたけど、うん、カーンって上がった瞬間にこれを、あ、行ったなって思うのが行かないもんね。あれ、行かないんだ。手前でフライになってますよね。そうだな、うん、だからそういった意味では飛ばないのかなっていうのは一つある、はい、ただピッチャーがいいっていうのはあるよね。これも言われてますよね。やっぱ力はあるよ、うん、だいたい中継ぎで入ってて140キロのボールしか投げないっていうやついないでしょ。だいたい150超えるよね、はい、みんなが、うん、各球団、はい、そりゃなかなか捉えきれないよ。ああ、そうか。そうかじゃねえよ。だからそ大変なんだからそこで一気にホームランの数も、ね、率も減少するってことですよね。そう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 、まず、うん、あと先発ピッチャー その例えばいろんな球種であったりとか、なかなか甘い球来ないとか。まあ、そうだね、まあ、それと一発で決まるケースっていうのが、まあ、試合の中で多いから、まあ、一発を打てる人は要警戒で、うん、結構厳しいとこ行ってるよね多分、うんうん、だからまあそういう関係も、まあ、ピッチャーの技術がまあトータル的に上がってるっていうことは確かにあると思うね。じゃあバッターの技術っていうのはそこに対してのどういうふうになってるんですか。もうなんか尻滅裂になってるんだよね今。今、いや、縦振りがいいとか横振りがいいとかさ、はい、まあ、どっちでもいいとかさ、はい、わけわかんないことになってるそうですね。それはまあ確かにその縦振りになってくるとホームランの確率は上がってくるかもわからないけども、うん、ただ馴染みが少ないからまだ、はい、やり始めた人間っていうのも完成に近づいてる人もいるだろうけど、これからやる人だっているだろうし、はい、取得するっていうのは技術を、それはなかなか難しいよね。そうですよね、うん、で今までは縦振りで振ったことがないコーチがコーチをやっていて、うんうん、
横振りしか教えられないのに、うん、選手は縦振りをやってる、うん、わけわかんなくなってるよね。いや、まあ、現場も混乱しますよね。まあそうだね、うん、それと YouTube の中でやっぱ縦振りっていうのを見てて、はい、まあ、それを参考にして打ってる人もいるし、うん、それを技術として捉えようとしてる人もいるけど、これがやっぱこう売る覚えみたいな形でやるとやっぱこう確率は悪くなるよね。そうですよね。あとは例えば低めの球には縦振りはいいのかもしれないんですけど、うん、例えば高めの球に縦振りをずっとしててもこれは、まあ、そうだなっていうね、ありますよね、うん、だからそれはやっぱレベルで振った方がいいのかもわからないし、うん、逆に低めの球答えてないんだよ。あで答えてなくて、だから横振りがダメだ、うん、縦振りがいいとか、うん、縦振りがダメだ、横振りがいいとか、うん、そんなことじゃなくて、うん、いろんな振り方を知らなきゃダメだと、はい、いうことなんだよ、うん、いやだからいろんなことをやる中で堂々巡りになってるとわけわからなくなってると、みんながあれ低めボール振り出したぞみたいな、はいはいはい、今まで振らなかったね、うん、いや逆にレベルだったら振れなかったんだよね。そうです、低めは。そうですよ。でも縦振りだと落ちるボールでも振れちゃうから、そうです、振っちゃうんだよ、はい、ね、あれってそうですよね。じゃあ良かったのかみたいな、うん、じゃあレベルの方がいいのかみたいな、うん、レベルが低めの球来ちゃったら、そう、練習してるのは低めのボールだからさ、ピッチャーが、うんうん、それはもう縦振りになってくるっていうのは自然な打ち方なんだよね、はい、まあ、だけど低めのボールまで振り出した。そうですね。そうするとやっぱり横振りの方がいいんじゃないかとか瞑想入りますよね。入る沼にあります。だからやっぱ打率もそうなんですけれども、今打率3割超えというのがセリーグだとサンタナのみ3割1分4厘、次も小園選手は2割9分2厘なんですけれども、うん、でパリーグでも近藤選手の3割4分6厘とタミヤ選手の3割2分9厘だ、3割超えも今3人しかセバ通していないと。それだけやっぱりコンタクトが難しくなってんだろうな、うん、やっぱ球も速いし、はい、小さな変化もあるし、うん、あとはやっぱ早打ちが多いよ今。そういう傾向なんですか、早打ちの。いや、やっぱ追い込まれるととんでもなく難しいから、はい、あとはね、総じてインサイドの打ち方下手な、みんな。外はほとんどインサイドを見逃すよ。それなんでなんですか、最近とか今分からんいやいや、多分外をケアしてるんだと思うけど、あインサイドの打ち方はみんな下手だよ。まあ言ってた、見逃したりとかが多いですか、見てると。追い込まれて見逃す率っていうのがすごく高い。だからあそこでなぜ投げないのかなっていうことはたくさんあるよ。逆にインコースにっていうことなんですか、うん、なんで落ちるボールでみたいな、遅いボールで攻めんのかな、うん、それだけ速かったらインサイドのまっすぐ行けば打ち取れるのにって。逆にじゃあ今インサイド、この選手は逆にうまい打ってるよなって印象がある選手っていうのは松郷だな。松郷か、日本ハムも。あと坂本ね、まあ、坂本選手も、坂本もね、年齢とともに150キロ以下はうまいな、超えるとやっぱちょっと詰まり出してきてる。そう、年齢的なものですか、ね、そう。だから昔はほとんど早い段階でインサイドをつかなかったんだけど、はい、最近では坂本に対して早い段階でインサイドを使い出すようになったな、うん、だんだん打てなくなってきてるっていうのは分かってるんですね。いや確かにあの坂本選手の、ね、インサイドのさばきっていうのは有名というかもうすごいっていうことなんですよ、うん、でもそれ以外に最近いないんですね、選手で、うん、インサイド弱いのか。インサイドはほとんど弱いと思う。やっぱ言ってたその外のケアに走るあまりにっていうことになって、だから山崎よりとか、はい、高橋が勝てるっていうのは、うん、やっぱインサイドの使い方がうまいよね、右の特に全部詰まるじゃん、あ、うん、だからそれはもうそこに決まったらとんでもない、指落ちちゃう詰まっちゃうあの、いや詰まらせた時に一緒にやって一緒に危ない、いや折れちゃうよ。そうですよね。あ、だからそういうバッターのそういったこの問題っていうのもあるんですね、インサイドを。だから全部ケアしてるとさ、やっぱもうさ、とてもじゃないけど、はい、じゃあインサイドよりもやっぱ外ケアしてるんだよ、みんな。豊かさんの時代ってどうだったんですか。俺はもうインサイドが打てなかったら使えねえって言われたから、うん、あ、そうなんですね。そうそう、だから必死にインサイドの打ち方っていうのは勉強をしたしね。そっか、だからまあ打てるようにはなったけど、はい、まあ明らかに今のピッチャーよりは昔のピッチャーの方がコントロールいいよ。それはなぜかというと遅いから、球が、はい、うんうん、だから生命線はもうコントロールだったから、はい、今の人たちっていうのはコントロールもあるけど、うん、困った時は力で来る時あるよね、はい、
まあ、そこに甘いボールが集まったりとかするケースはあるけど、うん、まあ、だけど昔の人はもう遅かったからコントロール命だよね、うん、間違えたらカパーンいかれるから、いや、そうですよね、なかなか間違えなかったっていうのはあるけどもね、うん、もう北別府さんなんかほんと四隅に行けるコントロール抜群でした、ほんとに良かった、だからどっちか待ってたら絶対来たからでしょうね、そうそうそう、そうですよね、狂わなければ、狂わない、これそうかそうか、だからあの、まあ、最近ではないですけど中日の吉見選手 もうコントロールがめちゃくちゃ良かったっていうのは、だから今のこう勝てるピッチャーって、うん、早くてコントロールのいいピッチャーが多いからさ、あ難しいな、これいつも高橋宏斗とか山崎伊織なんかお前ピシャピシャ来るからね、来ますね、そらそれどうやって攻略するって、もう大変だよ今のバッターは、そうですね、だからそういうのもあるから率もなかなかこう上がっていかないし、上がってこないと思うよ、そりゃ難しいよ今のピッチャー、そうです、ね、優秀だよ、そうなんですね、なかなかホームランは出ない、出るかいなこれってじゃあ今後ももうこのぐらいのホームラン数で推移するんですか、でもあの村上選手がねあんだけ打った年2年前、ね、あれはじゃあ何だったんですか、まあ飛んでたろうな、ボールは。あ、まずまだね、まだ飛んでたと思う、はい、3年2年で早っ、ピッチャーの進化って変わるからな、早いですね、早いよ、そうですね、いやだから村上選手のあのホームラン数って何だったんだろうなって、ちょっと何だったんだろうなって、いや実力じゃん、いや今思うと、でもいや村上があれ56本か、うん、打ったけど他の選手何本かしてるか、何本でしたっけ、40本台多分いなかったと思う、あ、じゃあもう突出してダントツだから村上が、あれはじゃあもう村上選手がだから2位が50本ぐらいに思ってんじゃないの、なんかね、いやあれは突出してたから、あ、ちょっと例外的なことなんですね、例外もいいとこよ、2位は30本台だったと思うよ、そうか、じゃあ今とそんなに、え、あ、岡本選手ちょうど30本でしょ、そうだ、ダントツだから、それはもうとんでもなかったんだから、そっか、ということは今とそんなにペース的には変わらなかったってことですね、そうね、そうか、まあでもホームランの魅力っていうのはね、やっぱりあるんですよね、でもどうなんですか、その豊さん今高校の球児たちにも教えに行ったりとか各学校してますけど、その高校球児たちの例えばホームランだったりとか打ち方とかピッチャーの質とかそういったものって変わってきてるんですか、いやだからね、悩んでるな、みんな、だ僕は縦振りですもん、もう、あ、そうなんですね、僕は横振りです、振らしてみたら両方一緒なんでもうそれ意識の問題だけだろ自分の感覚だけ感覚だけ、はい、だから縦振りもいいところあるし、うん、横振りだっていいところあるから、はい、両方身につけろって、うん、ピッチャーによって合う合わないがあるから、縦振りでやってて、うん、このピッチャー縦振りだと合わないよと、うん、縦振りの攻め方よく知ってるよっていうのは、あ、そしたら今日は横振りにしとこうとか、はい、もう2つの技術を身につけるって、うん、ね、その方がいいよって、うん、だから あんまり敵対視するなと、横振りはダメだとか縦振りがいいとか、そうそう、今ね敵対があるんですね、やるのでしょ、論争ありますよ、そうじゃないから、うん、ね、どっちも正しいから、うん、間違いないから、うん、いやだから楽しめばいいって、はい、両方アドバイスできるだけの、はい、まあ、ノウハウみたいなのは持ってるから、うん、何でも聞いてくれっては言うけど、あ、そうなんですね、うん、だけどやっぱ高校生っていうのは反応がいい子いるな、あ、言うとすぐに、言うとすぐできる子いるな、器用な子多いんですね今、いや器用だし、なんか1年生でバットの振る力がそのちょっとないなと思って、ちょっとグリップをこうやってちょっと開けさせたら、うん、めちゃくちゃ振りやすいですとか、でね、やっぱね、こう強く振ろうとするんだな、うん、いや早く振ってみろと、はい、そしたら全然変わる子もいるし、だから言葉 その魅力というか魔力というか、うん、強く振れっていうのと早く振れっていうのとは感覚的には早く振れっていう方が力みが取れてない、うん、そうですね、もうスパーンとこう、そうでしょ、なんか力抜けてますね、だからその言葉の使い方でやっぱ全然捉え方が違うんだなっていうのがあって、はい、すごい面白いよね、そうです、でもそれって高校球児だけじゃなくてそれプロでも同じことを言えますよね、まあそれは言えるよね、うん、だからとにかくもう振れみたいな、いや早く振れってそのスポーンとバットが抜け出したりとかちょっと一つの、ね、きっかけでだいぶ違っていきますし、なんか自分はもう今は縦振りだからこれなんだ、レベルだからこれなんだだけじゃなくて、なんか柔軟にできるんですね高校野球行くとね、うん、面白いのが昭和、平成、令和
みたいな人間がたくさんいるんだよ、はい、バッティングやらすと、うん、こいつ誰にバッティングを教わったんだってこれ昭和、完全に昭和だみたいな、こんなやつが左肩が鳴って上からみたいな叩きみたいなあんまり突っ込むと良くないから、はい、誰に習ったなんてだからもうマシンとか立たしてもう開かしてこのままちょっと打ってみようって、うん、どうだってよなんかバットのヘッドが走ります、はい、で正面にしたらこんなやつが打つでしょいやさっきのイメージもう一回戻してみて、うん、このイメージをちょっとこの正面に立ってもやってみって言ったら、うん、あ全然感覚が変わりましたみたいな、うん、それはこんなに左肩が出たら打てないよねそうですよね、ああ昭和がおったみたいな懐かしいみたいな昭和平成令和って分かるんですねいるいるそうかもうね今令和だよな今令和です令和だで出た令和みたいな出た令和縦振りそれもとてつもない縦振りもう上向いちゃってるじゃないですかお前ね突然打てなくなりましたお前上向きすぎだから見てないだろミートするところそんな縦振りねえよみたいな令和型わかりやすいですね平成はねどうなんですか、まあ、だから縦振りとあの中途半端なやつ中途半端なんだ縦といや僕は縦振りですみたいな、うん、で全然縦振りじゃないし、うん、中途半端いや僕はレベルですみたいな、うん、縦振りじゃんみたいなのがいるんだよでももう全部ミックスしてね、うん、面白いのは、うん、もうとにかく正しいとか間違いとか、うん、そんなの関係なく技術はたくさん持っといた方がいいから、うんうん、やれみたいな引き出しはたくさんあった方がねそれとね野球見てないな今高校生ですかまあ、見る暇もないのかもわからないけども、はい、やっぱプロ野球から学んでるっていうことはない YouTube とかですかとかだなだからまあいろんな話をしてあげるんだよ、うんね、でまあ例えば坂本がこっからまっすぐとスライダーのラインをこう引っ張ってるよみたいな、うん、みたいな目を皿のようにしてわなんか食いつきがいいんですね、うん、近藤はボールストライクを見逃すときにラインを持ってるよみたいなだからストライクゾーン間違えないんだよってね、そうですかでも食いつくのは下級生、うん、プロ行きたいんだろって、うん、真剣かわいいよねかわいいですね立浪、ね、がルーキーで入ってきた、うん、18歳だよでプロ入り初スタメン、ね、その時パッと見たらグリップ上げてた、うんね、どういう効果があるかなと思ってやってみたら、うん、バットのヘッドがバーンと返ってくるんだよねって、うんだから力のない、非力な時に補ってた、うん、で村田もホームランを取った時に速いボールが来たピッチャーに対してはちょっと開けてた、うん、それをもうヘッドがパーンと返って、ね、右手が使えるだろうみたいな、うん、もうも早速1年生がやってた、うん、あー素直だなんかなこういうことも覚えとけって言ったら、うん、覚えとけって言った瞬間からもう声しつけなくなったもうひつくことはできなくなっちゃったどうなんだ気に入ったんだって言ったら、うんいいです、だちょっとしたことなんだバッティングなんてねそうですね、うん、そうかだからそういういろんな技術を持っとくといいっていうことなんだよそうです、ね、だから縦振りも横振りもいいっていうことなんだそうなんですねそうそれ昭和だけはいけないそれは昭和の理論は捨てた方がいいもう平成令和さらに次の時代のっていうところなんですねそうそうそうまあなんかね、はい、ちょっとプロ野球のこのね飛ばないホームラン数が少ないっていうところから高校野球の話まで広がりましたけれども、はいはい、今年ね最終的にちょっと打率だったりでこうホームランどのぐらいいくのかなとかこのままで、うん、推移していくんであればやっぱりバッターの方もいろいろなフォームで柔軟性飛んでこう対応していかなきゃいけない時代なんだなって感じますね。だから3割に対してのそのなんていうの憧れみたいなのもないのかもわからないよね、うん、そうかだって言われないじゃん3割言ったら神様だってみんな神様になりたいでしょ俺もなりたいと思って必死だったもん3割超えもう神様になれなかったよ3割打ったってそうですね、うんうん、批判されてやっそチャンス打てよみたいな3割超えてんのに超えてんのに何が神様だ全然違うじゃんやじられてんじゃんそうですね、うん、それがもう足かせになってなんだって3割バッターだろお前チャンスでもっと打てんみたいな3割バッターのなんか苦悩が今度出てくるんですね苦悩が出てくるんだ神様でも何でもなかった何でもなかった、はい、神様って言うともう村神様とかあのぐらい打つともうそれでもお前今プロ活言われるじゃん打たれなかったそうだって打ってるのにですよ打ってるのにやっぱあれが基準になってきちゃうのかなっていうとまあね辛いところもありますけれどもあのバッターも頑張ってくださいということでいやまあ頑張らないとな、うん、はいはいはい